柴犬豆と今日もよかったね、お出かけだよ。行こうね、会見春江と嬉しいとこ行こうね。修善寺です。久々のお出かけ。今日は宮川さんも行くのかと思ったら全然違ったよ。全く違うわよ、うん、したら全然違った。ここどこ、行き先は、ここはどこ何もないよ。娘はパニック。8月某日、家族全員で久々にお出かけすることに。違う違う、ちょ、お散歩でうんちだけしてもらって。楽しい、タバイタバイ行こうね。マメ、久しぶりのお出かけだよ。マメはまだ車に慣れていないのでちょっと心配だったんですが、マミちゃん平気になったね。前は車出したらもうキュキュ言ってたのに言わなくなったね。大人になったね。やっぱ成長したんだな。すごいな、社会の一員になった。え、笑ってんじゃん。うん、そう、平気そう。もうめっちゃ笑ってる。そう、なんか楽しそうだよ。行くぜ。ね、サルちゃんも後ろで数ヶ月、マメの成長が著しい。急激に大人になっている気がします。天気も良く、絶景を楽しみながらドライブ。海を抜けて山の中へ走行中、突然警備する春江。山道に入ると急カーブの連続。この連続にマメは耐えられるのか。春江は何度も経験しているので余裕です。たまに子犬の時のような無邪気さを出す春江。すごい、絶景かな、絶景かな。富士山が何回か見える予定なんだけど、残念ながらこの日は雲が多くて富士山は見えませんでした。と、ここで前を走るトラックに異変が。多分さっきの上りでちょっとおかしくなっちゃったのかもしれない。下り坂になると怪しい煙を吐き出すトラックと、そのトラックの煙を浴び続けてもピーター付けで走り続ける謎バイク。最初私たちの車も窓を開けていたんですが、この煙が異常に臭くて慌てて閉じました。なのでこのバイクがここまで近づいて走っていることに驚きを隠せません。自分のバイクに煙を浴びさせて、以上アロマなんだよ。アロマ効果。しかし耐えきれなかったのか、ここでバイクはお別れ。その後一度休憩して車に充満してしまった異臭を換気。全員を見せかえるほどの異臭でした。何撮ってんの気を取り直して再び走行。ロープウェイを発見。修善寺です。のどかだね。小魚いたよ。小魚捕まえてこい。マメがなんかもう悟ったような顔してる。喉乾いてたね、はるちゃん。冷たいやろ。ね、気持ちいいでしょう。マメにも飲ませてあげないと。はるえは問題なかったんですが、マメはなぜか水分拒否。指で濡らして口元を潤ってあげる程度で終わりました。ダメだね。仕方なくそのまま目的地へ。そしてたどり着いたその場所は、今日は宮ヶ瀬ダム行くのかと思ったら全然違ったよ。全く違うわよ、うん、どういう方向感覚か分かんないけど、なんかだってマメはあの橋にさ連れて行きたいって言ってたから、てっきり行くのかと思ってて、したら全然違った。ここどこ、ここはどこ何もないよね、マメちゃん。カトリー50個持ってくるの。山の上なので比較的涼しいが、とにかく虫が多い。お、危ない。娘は虫嫌いなので、ここから絶叫タイムが始まります。これで虫を防御してるつもりらしい。虫は、うわっ、うわっ、本当に、あ、携帯バカ落としたよ。最悪。そして忍び寄る虫の恐怖。
あ、中入ってるね。何匹か。豆が見つめる先には、虫が嫌がる音とかないの？うん、あるかもしれないけど、ちなみに上にいます。出たの？うん。で、豆がすごい見てる。虫をすごい見てる。あ、ハエだな。ブーとハエがすごい上に。上向いてんの？なんかいるね。ねえよ。絶賛反抗期で口が悪いです。もういないんだけどね。虫はいないんだけど、ずっとなんか追いかけてる。ちなみにもう一人の絶賛反抗期中の息子は助手席にいるんですが、撮影拒否で存在感を消しております。あら、入っちゃった。あら、そうこうするうちにパパはバイクを準備。パパがいる間はとってもおとなしい春豆。虫に騒ぐ娘に、虫は怖くないよと説得中。ほら、豆もなんじゃこりゃって見てる。しかし容赦なく襲いかかる虫地獄。景色は絶景。車の中は安全ではないと気づいた娘。前がすごい笑顔で見てる。お姉ちゃん何してんのってすっごい見てるよ。パパの周りにブーが刺さってる。え、いる？じゃあそっちの方がいないって。うん。パパ人気熟考しなかった。意味が分からん。いないっしょ？そっちの方が。なんだあれ。怪しい。完全に不審者です。怪しすぎる。虫の猛威は怪犬春江にも。虫と戦う春。さて、そもそもなぜここに来たのかと言いますと、パパがマメと一緒にバイクに乗りたいという希望を叶えるため。次回の動画でその様子はお届けしますが、一足先にパパ目線の動画はパパのチャンネルでアップされているので、気になる方はぜひチェックしてみてくださいませ。しょうがないでしょ。まあ、お兄ちゃん見てみなよ。微動だにしないよ。